ロンドンバージェスパークに保存されている石灰用古い石灰用コーンウォールボスキャッスル石灰用は石灰石の焼成によって生石灰を生産する窯であるこの化学反応の化学反応式は次の通りここ3熱化を CO2 この反応は摂取900度で発生するが一般に約摂取1000度まで加熱することで反応を早くして行うことが多い それより温度を上げると完全に燃焼した不活性な石灰が生成されるため避ける必要がある。生石灰は石灰石を熱することで容易に得られるためかなり早くから知られており古代文明ではそれを建築用モルタルとして壁や床に使っていた。農業における価値も古くから知られていたが農業での利用が広まったのは13世紀後半石炭が 安価に生産できるようになってからで、1523年に土壌改良に生石灰を使うという記述が見られる。イギリスで現存する古い石灰用の多くは、海岸の港周辺に見られる。大きな石灰用。スコットランドノースエアシャや初期の窯は一般に、レンガ製のすり鉢状で、そこに空気取り入れ口がある。石灰石は20ミリから60ミリの大きさに、 均一に粉砕して使う。手で砕くことも多かった。釜に石灰石と石炭を交互に積み重ね、そこから点火し、徐々に火が上に広がっていく。燃焼が終わったら生石灰を冷やし、細かい石炭灰は古いにかけて落とす。燃焼には空気が通る隙間が必要なため、ある程度の大きさの石だけを使う。このことは同時に釜の大きさを制限し、そのために、 石灰用はどれもほぼ同じような大きさになっていた。ある直径以上になると燃焼が半分ほど済んだ状態で自重によって内容物が崩壊し火が消えてしまう。そのため一つの石灰用で一度に生産できる生石灰は25から30トンとなっていた。一般に中身を詰めるのに一日燃焼に三日冷却に二日生石灰の回収に一日かかるため 一回の生産にちょうど一週間かかる。燃焼温度は毎回燃料を混合する割合を変化させて試行錯誤で制御していた。釜の中心と外縁では温度がかなり違うため生産される生石灰には燃焼不足のもの、ちょうど良い燃焼具合のもの、燃焼しすぎのものが含まれる。燃料効率も一般に低く生石灰一トンを生産するのに点五トン以上の 石炭を必要とした。19世紀後半の大きな石灰用。農産ぶりや製石灰生産は時に工業規模で行われた。例えば、ノースレボンのアンリーでは、運河と川の側に3つの釜が L 字型に配置されていた。原料や燃料や製品の輸送を水上で行っていたが、後に採石舗装された道が整備された。工業規模での生産では、 7期の石灰岩を一組とすることで毎日いずれかの窯で生石灰を出荷できるようにするのが一般的だった。ノーサンブリアのヘイドンブリッジにある大きな石灰岩は生石灰を取り出すためのアーチが4箇所ある珍しい設計になっている。生産量が減った時そのうちの2箇所を塞いだが1989年にイングリッシュヘリテジが復元した。 鉄道網が整備されてくると、各地の小規模の石灰用は、採算が取れなくなり、19世紀末には大規模な工場にとって変わられるようになった。同じ頃、化学工業、鉄工業、砂糖製造などの大規模化に伴って、生石灰の新たな用途が生まれた。そのような需要の増大に対応すべく、石灰用の効率化が行われるようになった。江戸時代後期。 農地に石灰を投入すると土壌改良効果により生産力が高まることが知られるようになり、石灰石の入手が容易な地域では石灰岩が盛んに作られるようになった。富山県の寒村であった大山町の例では明治30年代に生産がピークに達し町内には100を超える石灰岩が存在していた。石灰岩のほとんどは 英才業者により経営されていたため、第二次世界大戦が終了して、化学肥料の生産が自由化されると瞬く間に消滅していった。単純な縦用の断面図縦用、ドイツブランデンブルク州縦用、ベルギーアントアンこの化学反応に理論上必要な熱は、生石灰 1kg あたり 3.15mJ 程度である。したがって、不連続用の効率は、 約20%しかない。効率を高めるには連続用を開発し、不連続用で必要となる加熱と冷却による熱の浪費を防ぐ必要があった。最初の連続石灰用は、航路とよく似た構造の単純な縦用だった。当初の縦用は対抗流式と呼ばれる方式で、その後、再生式や環状式が考案された。生産量は1日あたりお,およそ100トンから500トンで、 ある。対抗粒式て用の中間あたりに燃料を注入し、その部分が最高温度になる。釜の一番上から原料を投入すると、まず乾燥され、ついで摂取800度程度まで熱せられ、二酸化炭素除去作用が始まり、温度の上昇とともに反応が早くなっていく。バーナーより下では、下からの空気で熱い石灰を冷やし、空気に熱を移す。そこの部分に、 機械式加工紙があり、生石灰をそこから回収する。ファンを使って釜の中のガスを排気する。釜の中の石灰石は上にあるエアロックから供給し、常に一定の量が用内にあるように調整する。不連続用と同様、常に下から上に空気が流れるようにするため、原料はある程度の大きさの塊でなければならない。焼き具合はそこから 生石灰を回収する速さで調整可能である。必要な熱は 4MJ、キログラムまで低下させることもできる。再生式この場合2つの縦用を中間あたりで連結して一組にし、交互に運用する。一方の縦用の上から空気と燃料を入れて点火し、連結部分を通して、もう一方の縦用の上から排気する。この流れを一定間隔で反転させる。 こうすることで、比較的低い温度を保った部分が多くなり、生石灰の品質向上に理想的な環境となる。環状式この場合、縦用の内部に同心円状の円筒があり、断面はドーナツのようになっている。この円筒は、下が開いていて、冷却部の予熱された空気をそこで集め、ドーナツ状の部分にその空気を加圧して送り込むようになっている。 すると空気はそこから上と下の両方に流れるようになる。これも比較的低い温度の部分を多くする工夫である。詳細はロータリーキルンを参照性石灰生産にロータリーキルンが使われ始めたのは20世紀初頭で現在ではこれが主流となっている。ロータリーキルンは原料である石灰石の塊の大きさが従来よりも自由で微細な粒でもよく。 硫黄などの不純物を取り除くこともできるという利点がある。しかし、縦用に比べると熱効率が悪く、熱が排気によって逃げる割合が大きい。予熱器を追加して、縦用のように焼成前の石灰石を加熱して欠点を克服しようとしているが、燃費は縦用より若干悪い。日産1000トン程度の釜が一般的である。以上のデザインの釜はどれも かなりの量のゴミを含んだ排気ガスを出す。このゴミは腐食性が高い。このため、電気集塵器などを排気口に設置している。ゴミには、アルカリ金属、ハロゲン、硫黄などが高濃度に含まれている。スコットランドのダンバートン城。その手前で煙を上げているのが稼働中の石灰用。生石灰製造は大量の二酸化炭素を排出する。炭酸カルシウムから、 酸化カルシウムを1トン生産するのに7 8 5ラムの CO2 を排出するが、これをモルタルとして使用するなら、固まる際に CO2 を吸収して、炭酸カルシウムに戻る。さらに加熱のために化石燃料を燃焼させるなら、これも CO2 を排出する。3 7 5ロ,ログラムの高効率の釜の場合、石炭を燃料とすれば 295kgT。 天然ガスを燃料とすれば 206kgT の二酸化炭素を排出する。電力消費は効率の良い工場でも製石灰1トンあたり 20kWh である。この電力が石炭を燃料として発電されたものなら生石灰1トンあたり 20kg の CO2 を排出していることになる。これらを合計すると効率の良い工場でも1トンの生石灰の生産で 1> 約1トンの二酸化炭素を排出していることになるが、平均は約1.3トンである。生産した生石灰がモルタルなど炭酸カルシウムに最終的に戻る用途なら、再生可能エネルギーを使うことで、実質的な二酸化炭素排出量を抑えることも可能と言える。なお、ポルトランドセメントの生産では、生石灰よりも高い温度を必要とするため、 必要な熱エネルギーはさらに大きくなる。ありがとうございます。